こんばんは。2月17日月曜日、ニュースをお伝えします。はじめに今日の主な内容です。新型肺炎の回復者から抗体が発見され、その結晶が重症患者の治療に活用されることになります。武漢市の臨時病院で医療関係者が新疆ウイグル族の民族舞踊を踊って患者たちを元気づけています。番組の後半はトップハイライトのコーナーです。習近平総書記が中央全面進化改革委員会第12回会議を主催し、感染防止・抑制体制メカニズムの完全化を指示しました。李克強総理が北京西駅を視察し、人の移動がもたらす蔓延リスクを最大限に抑えていくと強調しました。以上が今日の主な内容です。はじめに、新型コロナウイルスから回復した患者の体内から抗体が発見されました。この抗体を含む結晶を利用した血液製剤が新型肺炎を治療する最も効果的な手段になると見られています。武漢金銀丹病院の張定宇院長はこのほど、新型コロナウイルスに感染し回復した患者の体内に抗体ができていることを明らかにしました。新型コロナウイルスへのワクチンや特効薬がまだない現在、新型肺炎を治療する最も効果的な手段になると見られています。また国有医薬品メーカーである中国生物技術は13日夜、厳格な生物学的安全検査やウイルス不活性化及び抗ウイルス活性検査などを通して、臨床治療に使用する抗ウイルス結晶が生成されており、今後重症者の臨床治療に投入されると発表しました。武漢市内の臨時病院で心温まる一幕がありました。病院では医療従事者が新疆ウイグル族の踊りで肺炎に感染した軽症患者を元気づけています。新型コロナウイルスの治療のために建てられた武漢市内の臨時病院では、新疆ウイグル自治区から来た医療支援チームの看護師イパリ・エメットさんが患者へ新疆の踊りを教えています。我也非常激动，让他们多跳一会儿。他们开始跳的时候，我也非常的激动，很想跟他们一起跳，一个一个的跳。続いてトップハイライトのコーナーです。習近平中国共産党中央委員会総書記は14日、中央全面進化改革委員会第12回会議を主催し、新型肺炎との戦いは中国の国家ガバナンス体系や能力にとっての大きな試練である。その中で露呈された不足に対して重大感染症の防止・抑制体制メカニズムの完全化を図っていかなければならない。そして国の公衆衛生上の緊急事態への管理体制を完全なものにし、突発的に起きた重大な公衆衛生事件への対応能力を向上させていく必要があると指摘しました。李克強総理が14日、北京西駅を視察しました。李総理はその際、感染予防抑制対策を着実かつ綿密に実行し、多様な措置を講じて人の移動がもたらす蔓延リスクを最大限に抑えていくと強調しました。その上で、感染の予防抑制対策は現在要となる段階に入り、大部分の地方では工場などの操業再開も秩序よく進められている。防護物資、生活必需品と人が滞りなく輸送されることを確保し、秩序だった生産再開とより良い供給を維持して、いつも通りの経済と社会の秩序を守っていくと指示しました。国務院報道弁公室はこのほど記者会見を開き、中国で報告された医療関係者の新型肺炎の感染者は1716人で、そのうち6人が死亡した。
この情報はイギリスの大手新聞ガーディアン、アメリカの日刊紙ワシントンポスト、ドイツ通信社などの主要メディアの関心を集めていると述べました。アメリカミネソタ大学のマイケル感染症研究政策センター長はワシントンポストに寄稿し、医療関係者は新型コロナウイルスに向けた戦いに取り組む兵士である。患者を尊重し死者を悼むのに最も効果的な方法は対応策を講じて世界各地の医療関係者を守ることだと強調しました。ドイツを訪問中のアメリカ民主党のナンシー・ペロシ下院議長は現地時間14日ミュンヘン安全保障会議の初日に講演し、中国はファーウェイを通じてデジタル独裁を目指していると批判しました。この会議に出席しているフエ全国人民代表大会外事委員会主任委員前外交部副部長は、中国は数多くの西洋技術を導入してきたが、中国の政治体制は全く影響を受けていない。なぜファーウェイの技術を西洋諸国の 5G 構築に取り入れると政治制度を脅かすことになるのだろうかと英語で質問を投げかけ反論しました。以上、今日のニュースをミンヒョウがお伝えしました。